北西空域に向かうときは、離着陸機との衝突を避けるために飛行高度の制限や空港の管制空域を一定の高度以下を飛ぶ場合は許可が必要です。関西には八尾空港も含めて4つの空港があり、空港過密地域となっていますので、これを避けながら縫うように飛行する必要があります。操縦する側は神経を使いますが、乗っている方はそれも楽しいのですが、この日は雲が多いために計器飛行で飛ぶことになりました。計器飛行の場合は飛行ルートが決められています。今日は2500フィートまで上昇して、その高度を維持して進むように指示を受けました。しかしながら、小型機でまっすぐに田島空港に向けて上昇していると大型機の飛行ルートと重なってしまいますので、一旦堺に方向を向けて旋回しながら高度を上げていくという方法をとっていきます。また着陸時や順番待ちの時も大和川の南側で旋回することがあります。堺市上空でよく小型機が旋回しているのを見かける場合があると思いますが、このような理由のためです。大泉緑地や仁徳天皇陵を過ぎてさらに南下して、ようやく右旋回で大阪市内方向へ向かうことになります。今ちょうど大泉緑地が右の下の方に見えてくるんですが、これからもう少しすると仁徳天皇陵も見えてきます。何度も大泉緑地とか仁徳天皇陵が画面に見えてくるんですが、これは左に旋回して次に右旋回というふうに繰り返しながら高度を上げている、そのために何度も見えることになります。ちょうど仁徳天皇陵が、右手下の方に見えてきました。これから南港を見ながら堺の港の方に、向かいます。行く方向はこの動画の、上ですね、山の方に向かっていきたいということなんですが、このように一旦南に降ります。どんどん降って、ちょっと画像が途中雲が入ったりしますので途切れたりしますが、旋回をして、今やっと、またこれちょうど北に向いたところですね、二条山とかが、見えています。はい、また、左に旋回、この間も関西から、高度を上げなさいとかどっちに向かいなさいっていう風な指示を何度か受けるわけなんですけれども、こういうふうにして、ちょうど堺の上空あたりを、行ったり来たりしながら、徐々に高度を上げていったということですね。
で、そして最終的に、このように今ちょうど長井の公園あたりが右の下に見えてるんですが、やっと大阪市内の方向ですね、北の方に向かうということになります。で、この後、この動画では大阪市内の上空を飛行するときには、もうすでに2500フィートまで上昇していますので、建物はかなり小さく映っています。ちょうどこれアベノハルカスとか、そのあたりの大阪市内の大阪城とかその辺のビルも小さく見えるんですけれども、またこのあたりの動画は別の市内動画も上げていますので、そちらでご覧ください。伊丹上空あたりで運休飛行となってしまいましたので、これは着陸の動画に切り替わっています。田島空港着陸ということになります。JAL とか ANA などの定期便は大抵は計器飛行方式で飛行していますが、小型機は有識外飛行方式で飛行できます。っていうか有識外が普通です。この飛行方式は雲中飛行はできません。雲の中は入ることはできません。雲から一定の距離を置いて飛行するように定められていますので、飛行の途中で雲ができたときは雲の合間を縫いながら降下をしていかねばなりません。天候をよく見定めて飛行計画を立てる必要があります。なお同乗機の機長は計器飛行も持っておられますので、安心してクルージングを楽しむことができます。ただ計器飛行で着陸する場合は決められたルートを降りなければいけませんので、かなり遠回りになってしまうことがあります。この時は田島空港に近づいてきた時には雲もなく視界も良好でしたので、有識外飛行に切り替えということになりました。で、今滑走路の指示とか、そういうのを受けまして、それから QNH とか、いろんな指示も受けたわけですが、これから滑走路を見つけて、周回軌道へと入っていくわけです。で、今、指で指示されたんですが、もう滑走路が見えましたよということで、で普通は周回軌道をずっと入っていってっていうことになるんですが、この時は、ダイレクトですね、もうそのまま滑走路直線で進入してもいいですかっていうことを管制の指示を仰ります。で、管制がいいですよっていうことで、許可をもらいましたので、ダイレクト進入ということになります。その方が早いです。それで、これから着陸ということになります。
この下を流れる川は丸山川になります。ちょうど、城崎温泉、にずっと流れている川、になります。で、この、空港、あの田島の空港なんですけれども、ちょうど台地の上に、位置するような空港です。ですから、あの着陸の時には気流が悪い時も、あります。まあ、台地の特有のそういうような気象条件もありますので、5タクシーターミナルエプロンスポットナンバー4。はい、その通りです。田島リモートへお願いいたします。田島空港は第一場になってますので、非常に乱気流とかも、あって難しいんですが、さすがもうベテランキャプテンです。ナイスランディングです。はい、ということで、また解説動画も載せていきますので、またよろしくお願いいたします。どうもご視聴ありがとうございました。